で、2番は A イコール A11、これのランクを調べるという問題ですね。それで A が MNK の時にちょっとこれはあんまり話してないんですけど、A のランクが N、フルランクってことですね。これと A 生息が必要十分条件です。ちょっとこれは使いましょう。これは今後ですぐ説明しましょう。でそうするとこれで、これさらにこれディターミナントの A が消えないわけですから、というわけでこれ行列式が消えを計算しましょう。でそうすると何さて計算できますから計算するのは楽で、これ1行と2行を3行に加えると A プラス1か、あ、 A プラス2ですね、こうなります。でそうするとこれ A プラス2で A11 の111ってなります。でそうするとあとは計算しやすくて、これ3行をその1行とか2行から引くと A-100 こうなりまして、そうするとどうなるかというとここね、これ下三角行列ですから、あ、間違えてる、ここに A プラス2が入りますね。 A-1 の事情が出ちゃいます。ですか、これが出ます。だから A プラス2もっと、まあ、だからちゃんと書くと1番目は A もっとマイナス2、 A もっと1の時は、ランク A は3です。というのはこの行列式消えませんからね。それで2番目は2番目は A イコール1はどうですか。1の時はもうすぐ分かりまして、111こうなりますね。するとこれもう1行のマイナス1番2行と3行に加えたらこうなりますから、ランク A は1になっちゃいます。で3番目はどうなるかというと A イコールマイナス2の時ですけど、ここにマイナス2を入れましょうか。ここに入れたっていいですね。これ行儀変形しているわけですから、1行を3行に加えて2行を3行に加えているわけですから、ここに入れたっていいわけですね。だからここからここに行くステップで分かっちゃうのは、マイナス111、1マイナス11の000は、ここに A イコールマイナス2を入れるところで分かりますね。で、1マイナス1マイナス1にしましょうか。あ、1マイナス11ですか、これは。で、それでこの1を、間違えて、ここマイナス2ですね。何やってんだろう。あ、すいません、ここマイナス2ですね。いつの間にかマイナス2になっちゃった。すいません。じゃあちょっとここマイナス2でしたね。それで1行と2行を交換しましょう。1マイナス2、1。でそれでこれ1R と 2R を交換しますね。
で次はこの1使ってマイナス2消しましょうか。そうするとどうなります？1マイナス2、1で、あ、間違えた。マイナス2、1、1で、2マイナス、2マイナス4、2で、これ、加えると0でマイナス3、3ですか。でそうしますと、1マイナス2、1で、こうなります。で次はここをピボット作ると2行3分の1倍しちゃえばいいですね。1マイナス、そう0、1マイナス1でこうなりますか。これは2行を3分の1倍してますね。でそれでそうすると次この1でこの、あ、まあこれでもうランク2で終わりなんですけど、もうちょっとやっちゃうと、これ1をで2マイナス2を消すと10マイナス、こうなっちゃいますね。まあ、いずれにせよランク A はこの時2ですね。まあ、というわけです。まあ、皆さんはA イコール0マイナス1マイナス1マイナス1、0、マイナス1、マイナス1、マイナス1、0。これの固有値問題と思って考えてみてください。で、そこの A がランクですね。あ、ランクじゃなくて、固有値の変数ラムダですね。そうすれば、まあ、いい例になります。